入りました。さあ残すところ。タオン 1992 nang matupad ang isa sa mga pangarap ng Pinoy boxer na si Morris East. Ito nga ay ang mapalaban sa isang world title sa unang pagkakataon. Ngunit hindi basta-basta ang kanyang kakaharapin dahil makakalaban niya ang Japanese knockout artist na noon ay WBA Super Lightweight World Champion na si Akinobu Hiranaka. Doon nga ay dumayo si Morris East sa balwarte ni Hiranaka sa Japan, kaya naman meron agad hometown advantage ang Hapon. Bukod pa doon ay 19 na taong gulang pa lamang ang ating kababayan ng mga panahong iyon at unang beses pa lang nitong lalaban sa labas ng ating bansa. Habang si Akinobu Hiranaka naman ay ito ang unang beses na pagdidepensa sa kanyang titulo. Bago ang kanilang bakbakan ay may impresibong kartada si Akinobu Hiranaka na 20 wins, 1 loss at may 18 KO. Habang ang ating kababayan na si Morris East ay may kartadang 15 wins, 2 losses at may 9 KO. Halina mga kaboksing at muli nating balikan kung paano dinurog ng ating kababayan ang knockout artist ng Japan. かけてますね。今挑戦者がワンツーを先ほど見せました。まあ、このチャンピオンの初防衛戦というのはとにかくやったものでないと忘れない形があると言われますね。プレッシャーかかりますからね。上原さん、まあ、こういった硬さを振り払うためには平中としては出してですね。さあボディウド平中左利きは空振り。まあ、平中としてはですね、はい、あまり上にパンチを断っちゃいけない。はい、動きを止めるということですね。まさに動きを止めること。それからですね、今右を振ったですね、画面に返したですね。はい、さあ平中する、平中する、ロープを手にしているチャレンジャー、ボディの攻撃、平中、しかし一歩も左を返します。イーストの右フック、平中の KO 率が9割、イーストがここまで6割4分3厘。ここまでそうテクニックの面ではイーストどうでしょうか。そうですね、うまくですね平中のパンチをかわしてですね。高田博アナウンサーです。さあまた接近戦、もう少しそのリラックスしてパンチのキレが出た。やっぱりこう体打ってですね、はい、前にジャブジャブ出てきてですね、都合によりまして延期という事態がありまして、ようやく迎えたチャンスをメキシコでものにしました。初防衛戦を迎えている平中、戦目にして世界タイトル初挑戦という大きなチャンスを迎えています。フィリピン人のお母さんとアメリカの軍人のことわからないそうでして、有名になってお父さんを探したい。状態を左右してですね、こうなんとか奈良からの攻撃ですからね。はい、中はもちろんチャンスがあればノックアウトを狙うけれども、自分は12ラウンド戦うつもりで戦っていくと、このように話していました。さあマッコン室を吐き出しそうになったイースト、平中前に出ます。その平中の顔面に細かいパンチ、イースト、しかしイーストのパンチは下がりながらのパンチになっています。チャンピオン一気に攻勢をかけるか、まだ左膝が攻勢、はい、さあ攻める、平中攻める、試合は第4ラウンド、左膝空振り、右アッパーロープを背にしている挑戦者イースト、顎も効いてますよ、ボディ攻撃が効いてきた。第4ラウンド残り15秒、この辺り完了しました。これがどういったことを意味しているのか。第4ラウンド、スコップを打たなきゃいけないですね。上原さん、やはり見ていますと、はいはい、イーストはボディを攻められますと苦しいところありますか。そうですね、あの同期にやっぱり攻めた顔面よりね、ボディの方が嫌がってますからね、はい、それは明らかですね。そうなんですね、スタミナ消耗しますからね、はい、しかしイーストもパンチを出します。いけないですね。そうですね、明らかの場合、いやここはもうチャンピオンの攻撃注目しましょう。いやいや危ないですよ。いやイースト、そうですね、こうやって左、ちょっと気をつけられました平中、危ない、レミフルがね、はい、まあ、過去のですね、はい、イーストの試合見てもそうですけども、はい、いわゆるこういうようなね、いわゆるあの一方的に打たれてても、いわゆる勝負で決してその平中も気は緩められないですよ、はい、まあ、このイーストの場合にはリアウェルター級タイトルを取ってきました。さあ、平中行われますのは
ルペピントール対村田英二郎以来12年ぶり。さあ広中、戦いパンチ。ちょっと今よく見えないんですが、パンチをもらった広中。パンチ、広中、左が当たった。日本大学の先輩にも当たります。上手な試合になってきましたね。あまりにも離れずですね、はい、イースの、うん、おっと右方だった。ケースにはまっちゃうもん、はい、松根さん、はい、お客さん、ほとんど今のところは敗因にならないということですね、はい、チャンピオンの左キックが当たりました。さあ根本さん、確かに左の目尻の傷は、うん、イーストの左、いいストレートですね。おっと平岡も右ストレート、今度は左キックがフローした。さあ今度は右アッパー、左キックは空振り。運動残りまだ30秒近く。館内手拍子が落ちてきました。沖縄からも大勢の応援団、ツアーを組んで平中の応援に駆けつけています、うん、その期待に応えたい平中。顔面ばっかり狙ったわけです。ちゃんと右、はい、そういうようなですね、まあ、一つその自分のボクシングをですね、はい、このパンチ角度的にもね、はい、いい左フック当たってますけどね、こういった左、いや、上手してないですよ、はいはい、このイーストという選手、本当にこれはタフですね。そうですね、平中君もですね、はい、もうちょっとこう手を出したら僕はいいと思う、もうちょっと体振ってさあ、今度は挑戦する攻撃、左アッパー、さあイーストの左、左ストレート、もう一発左ストレート、今度は右アッパー、挑戦者のバンキーが当たっている。ロープを手にしてはいけない平中、平中右、激しい打ち合い、第8ラウンド残り時間がほとんどない。しかしとにかくこのジュニアウェルター級というクラス分かりません。また挑戦者がマウスピースを吐き出しました。口の中をちょっとしています挑戦者。西川ではちょっと中途半端ですね。そうなんですね、もう少しですね、強引にですね、はい、いわゆる頭ごと、はい、右と違いますからね、勝手がですね、ですからもうですね、今これが分かっていてもなかなかできない。それがさあ平中が間を詰める。終わっています。チャンピオンの平中、そういった点では自信を持っていました。顎を捉えました。今度はアッパーを突き上げる。そしてボディ左のダブル、まあ、平中もね、自分の次のパンチをですね、はい、クリーンヒットさせてるんですけどね、まあ、自分タフな野郎だなということを思ってますよ。そうですね、第9ラウンド、普段の靖国神社、神田明神、湯島天神、代々木花園神社と6カ所で必勝、勝たなくてはいけません。チャンピオンの平中、しかし左ストレートをもらった。そうですか。さあ右当たったチャンピオン、しかしスタミナなくなったし、打たれない、はい、スタミナなくなるわけです。はい、ですからそれをよく見せてくれています。まあ菅原さん、はい、平中選手たちというのは話が少しあるんでしょうね。うん、が両選手の間に割って入りました。さあ残すところ、チャンピオンダウン。さあ、round 11ay nagawang mapabagsak ng ating kababayan ang hapon. Nakatayo pa naman ito, ngunit makikita na hilo pa ito. Kaya naman itinigil na ng referee ang laban. Sa panalong iyon ay itinanghal si Morris East na pinakabatang Pinoy World Champion. Maraming po salamat po sa mga kababayan kong Pilipino at mga kaibigan ko. At matapos matalo kay Morris East, ay tuluyan na ding nagretiro sa pagboboxing si Akinobu Hiranaka.